はい、アートコレクターのこの最新号の中で、最新号で抽象画の世界っていうことなんですよね。で、アートシーンというか、このコンテンポラリー世界で、まあ、基本的には抽象画の世界に流れが、もうとっくの昔に行ってます。で、まあですね、ちょっと前まで抽象画にあらずんば人画にあらずという、世代が、まあどうですかね、20年ぐらい、また30年ぐらい、もうそういう感じで、具体画とか花とか人とか描いたら何考えてんのって言われてる時代が、美術大学とかでは、あったようで、で、コンテンポラリー世界でも、だいたい値段が上がるっていうのは抽象画ないし、抽象的なもの。抽象画とは言われないまでも、まあ、そういう時代でした。なので、抽象絵画の世界というのは、この特集をやってるのは、時期を得たものというか、まあ、当然というかですね、まあ、やるべき、特集で、まあ、僕はなかなかいい特集だと思います。で、その中で、まあ、精神的というか、理念的な、その柱を与えたのは、小津さんの喋りなんですよね。山本小津さんは銀座の顔役でもあってですね、まあ何しろ美術にちょっと何だろう、理念的なあるいは歴史的な背骨を入れようと思ったら、この方の語りに身に出るものは、まあ銀座では、まあ日本ではいないでしょうね。まあそういう方ですね。で、抽象っていうことで言った時に、日本でね、抽象っていうものを世界に轟かせた具体美術なんですよね。で、抽象と具体ってどういう関係があるのかっていうことを小津さんが語りの中で、述べてます。具体っていうのは、まあ要するにやってることが具体的だぞということで、この中の語りで語ってるんで、まあ独特の語り口なんで、僕は代弁するよりもこれ本を読んでもらったらいいと思うんですけどね。で、この文脈の中で小津さん、高山達夫先生のことを取り上げてます。高山達夫さんの中に、モノハを見るって書いてあるかな。まあ要するにですね、ものすごく強引に言うと、美術品って全部抽象絵画なんですよ。抽象なんですよ。なぜなら、物理的に物を出すんだったら、そのものを出したらいいんでね、女を出すんだったら女そのものを飾ったらいいんで、ね、そんなことできるわけないけど。で、必ず、まあ要するに物とか人があって、その一方で絵があるんだから、まあ言うと、要するに抽象なんですけども、まあ、だけど抽象を荒らしめるためのその抽出の仕方が、まあ重要なわけですよね。で、その時に物としての手触りみたいなところをどこで作っていくかって問題で、で、その問題考えた時に、このまあ実はその高山達夫って別に抽象絵画とは思われてないけれども、まあ物としての手触りというか、まあその高山先生のこのニュアンス、でこれは非常に重要なんじゃないかということをおじさんは言ってて、まあ僕もそう思います。ただね、高間達夫さんすごい偉い先生なんだけど、今高尚なやつがあんまり流行んなくなって、あんまりこう世の中が高間達夫先生の絵画に注目いってないのは現実ですけれども、まあこれからそのまあなんとなく、まあ見て分かりやすいものにばかり今目が行く社会になっているのは現実なんですけども、まあ、本当の絵画っていうのは何かってことをですね、まあ、現代もこう追求してきちんと形にした人が僕は勝ち残ると思ってます。なので、まあこの特集もまあ参考にしてですね、まあ美術をあがなう人も買う人も、まあ作る人もまあいろいろ考えて自分の作品っていうものを取り組んでみるといいのではないかなと思います。ということで、これなんだろう、これは集華堂のコラムなのかな、コラムだね、うん、コラムなので、まあまあこういう買い取りもやってますし、まあ何でしょうかね、こういうコンテストもやってますし、それからコンテンポラリーのサイトとやらもやってますし、私のまあ基本的なホームページ、集華堂のホームページもやってますということで、皆さん、美術品の売るなら買うなら集華堂ということで、よろしくお願いします。